はい、確かにチーク濃い気がする。さっきねチーク寝直したからね。私今日明日はですね、何回目だろう、4回目ですかね。今日いつもと違う、今日ねなんか顔違いますよね。光？5位が、やっぱ知らない人多いな。5位がファウストさん、ファウストさんありがとうございます。4位が桜林さん、お久しぶりです。3位がタカさん、ありがとうございます。そして2位がナンさん、ありがとうございます。そして1位がマサトさんですね。今5位は明日の台本ってこんなやったっけ。前回は NNB48 の研究生の7期生のゆななんこと早川ゆなちゃんから回ってきて、関係性関係性は、まあ、後輩、初めての後輩ですね。なんやろな、まあでもすごい親しなんていうの、親しみやすいですね。なんかなんだろう、すごい甘えてきてくれるし、なんかなんやろ、そうですね、姉妹って勝手に言わせていただいてるんですけど、なんやろな、そうファンの皆さんからも結構なんか似てるって言ってもらえて嬉しいですね。明るいし、なんか、あーゆなさんやーってコンビ名考えたいんですよね。なんかありますかね、コンビ名。あ、また私はね、皆さんにいつもあれ募集っていうか、皆さんにいつもなんていうの、ネーミングセンスをチョイスしてもらってるので、また皆さんお願いします。ゆいなな、長い長いそうだからなんやろな、まあ、ゆなはでもこれからもっと仲良くなれたらいいなって思ってます。そう、うざがらみしてきますね今日も会ってわざわざうちが出ていく扉のギリギリのギリギリまでひっつき虫してきて、ラビピオ、おお、いいね、ラビピオいいですね。あ、私涙袋ぼかしてないや、今わかりました。ラビピオかわいい、いいですね。でもなんかもともとユナもウサギやったらしいんですけど、なんかそこまでやっちゃうと本当にユイナ先輩になっちゃうから、あ、ユイナさんになっちゃうから、ひよこにしたんですって言われたあ、そうなんて言って、そうですね、ラビピオかわいいと思っちゃう。二人ともさ、やっぱ元気ないですよねもともとはウサギだったらしいです、ユナもねそう、姉妹にいる、うん、まあ確かにまあね、こんなところでまたラビピオはってユナに言っといてください今日はですね、ラジオの収録に行ってきました。12月28日にジャングルレディオ月曜日の回が最終回になるのかな、今年で。私ジャングルレディオの月曜日が最多出演のメンバーに選んでいただいてて、最多出演ですよ。今年今日入れて7回出させていただいたんですよ、ジャングルレディオ。それね、行かせていただいてラジオしてきたので、12月28日の月曜日にジャングルレディオで、ジャングルレディオぜひ皆さん聞いてください。
年内最後だからいつもと違う企画をたくさんしてすごい新鮮でした。けど全員チーム M っていうすごい喋りやすい環境で、そうなんです。7回だよ、ありがたいですね。なんか終わった後にスタッフさんからメッセージカードでいただいて、なんかすごい、なんか山里奈さんの回が多分今年一番最初の回だったんですけど、なんかその頃は本当になんかラジオとかジャンルとか多分そんな出たことなくて、スタッフさんともそんなに喋ったことなかったので、なんかすごいこの1年ですごい関係性とかもなんか近くなって、なんかすごいなって思いました。そう、進行の練習させてもらってから進行させていただけるようになって、そうなんですよね。そんな感じですね。今日夜ご飯は何食べたっけな、ビビンバ食べました。ビビンバ食べました。今日は3人の共通点はね、まあ、ぜひ楽しみにしてください。進行ね、来年はもっとできるように頑張りますね。まあでも今日はそんぐらいかな、何も。まあ友達の誕生日プレゼントちょっと買いに行ってぐらいですかね。ちょっとラビーグルメ買ってみたいな、な感じですかね。はい、では今日のトークテーマはですね、今日のトークテーマは NNB48 の、ユナから回ってきたのは7期生の第一印象なんですけど、全員抜いていますか全員抜いていくんかな。まあ、ユナは一番仲いいメンバーで今のところ7期生ね。なのでユナの話はこの前したからいいもういいLINE の絵文字が多いぐらいユナは可愛らしいですね。でもふわりんはなんかラジオを一緒にやってからすごいなんか喋ってくれて近寄ってくれるようになってっていうか、なんか近くにいるなっていうイメージかな。なんか前までそんなあれやったけど、最初なんか人見知りやったんかな、あんまり他のメンバーに比べてグイグイタイプではなかったんですけど、最近はなんかポツンと横にいたりするので、なんかなんか慣れてきたら可愛いなってすごい、なんだろう、可愛らしい行動っていうか、なんだろうな、妹っぽいところあるなって思いましたね。甘えん坊ではないのかな、でもちょっと変変なんかへへへとか、なんかね、面白い子だなってすごい思います。なんか探れば探るほどなんかすごいいいところが出てきそうだなって思いますね。なんかひっつき虫って感じ、ユナに続くひっつき虫マイティは結構前からなんだろう、あのお話し会を来てくれたことがあって、でもなんか結構しっかりしてるんですよね、マイティ。もう7期生全員まとめてたり、なんかねすごい話し合いそうだなってすごい思う勝手に話してみたいかも一番、うん、マイティはなんか話してみたいというか深い話をしたいかなって思いますね。そうそう、似顔絵描いた、そう、多分絶対残ってると思う。うんうん、そう、なんかあと真面目だなって思いますね。マイティとアンジュちゃんは本当に真面目だなって思う。やっぱりダンススキルもすごい高いし、なんか今日もね、あのラジオ行ったらアンジュちゃんがみんなの7期生のまだ公演出れてないメンバーとか、まあまだいるみたいなんですけど、その子たちとかと一緒に踊ってたりして、あーなんかすごい引っ張っていってる存在なんだろうなってすごい思いましたね。ダンスすごいあれだよね、あのかっこいいよね。ちょっと待ってね、よいしょって思いましたね。あれ誰だ、
わかにゃんはめちゃめちゃ礼儀正しい、多分一番礼儀正しいっていうか一番挨拶多いと思うって思いますね。え、マイティダンス未経験なの？それであんなにうまいの？すごいねそれ。あとマイティすごい劇場の表情私めっちゃ好きなんですよね。なんか100回目ですかっていうぐらいなんかすごいなんか堂々としてる表情してて、シンプルにナチュラルな表情だなってすごいいつも思う。なんかめっちゃ戻っちゃった。ワカニャンはすごい礼儀正しいけどね、私ねワカニャンのグラビア見たいんですよねなんかすごい向いてそうだなって勝手に思ってますうん、猫パンチなんかねすごいね、裏でもあんな感じだからすごいふわふわしててめっちゃ可愛い。なんかすごいね声もねちょっとなんかみんなにわからないところはちゃんと同期にしっかり聞いてるイメージで、ちゃんと解決してるイメージ、なんかそうやってできる子ってすごいなと思います。あとみゆちゃんかみゆちゃんはなんだろうな、やっぱ面白いですねみゆちゃん。でもねすっぴん見たことないかもみゆちゃん。あるんかな、あるとは思うんですけど、なんかレッスンとかリハーサルとかって他のメンバーは結構ノーメイクで来ること多いんですけど、みゆちゃんは絶対髪型もちゃんとしてるし、なんかおしゃれだし、なんかすごいオーラがある。一回ね車隣になったことあるんですけど、あと帰りのねその時に喋ってたんですけど、なんか言ってることが全部面白い面白い。あ、そうそう、露出服はいい、そうレッスン着露出服はいい。なんかでもなんかいろいろ本当に23歳なんだろうなって思う。なんだろう、なんていうんかな、ちゃんと行動なんやかんやできそうだからね、やっぱりだからそういう私みたいにさ、まださメイクとかめんどくさいとかいう人とかはさメイクとかしていかないけどさ、やっぱりさ多分もうそういう大学とか行ってたって聞いたし、なんかそういう外に出るためにの準備とかすごいちゃんと自然とできてたりするのがすごい、なんかすごい見習いますって感じそうですね。で美咲ちゃんは結構なんか積極的にいろんなメンバーさんと喋るイメージかな。なんかまあでもまだなんだろうな、ちゃんとは喋ったことないんだけど、10周年コンサートの時に振り覚えどうやってしてますかとか聞いてきてくれて、なんかすごいフレンドリーだなって思ったし、なんかなんだろうな、全員面白いなっちゃう、もうちょっと喋りたいなって感じかな今のところ。英語でしゃ、裏では英語聞いたことない私。でもすごいですよねあの発音、教えてほしいわ本当にって思います。ジョンちゃんはもう本当にスーパー中学生ですよね、中学生ですよね、中学生が現れたなって感じ。いややっぱりあのね7期生で多分一番立ち位置のミスとか、あの振りのミスとかあのしてないと思うって先輩メンバーが言ってた気がする。一番そうしっかりしてて、あれ一番しっかりするかどうかはまだ私も分かんないけど、あのやるべきことを一番的確にやってくるっていうイメージですね。なんか振りとかも最初ミスっちゃったりすると思うんですけど、そうちゃんと一番しっかり堂々と踊ってるイメージ、なんかビビってないなってすごい思います。そう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 、第2のケイトさん隣のバナナが可愛いそう人生に確かに確かに脳が若いのも確かにあともっちゃんか、もっちゃんは意外とさっぱりしてるなって思いますね。笑い方とか意外とゲラだったり、なんかすごい意外となんか愛くるしいのかなとか可愛らしい感じなのかなと思うんですけど、
結構さっぱりしてるイメージ、爽やかがあるって感じかな。うん、あとはコハ、あれコハタン、コハタンしか勝たん同い年やねんけどまだつかめないって感じですね。うん、なんかまだつかめないでも同い年だから絶対分かり合えることあると思うし、けどやっぱり自分の意思は持ってるのかなってすごい見てて思いますね。自分のやりたいこととか自分のやるべきこととかちゃんと分かってるイメージ。うんうん、アイピはなんか現代の子だなって感じめっちゃめっちゃなんやろ、あの現役の子だから絶対なんか女の声とかいいだろうなと思うし、でアイピも結構喋りかけてくれるな、なんか、うんうん、そんな感じかな。あれ私これ全員言ったそろそろかけていい全員言った、そろそろかけていい、かけていい、いい、アンジュちゃん言ったじゃん、あれマイティとしっかりしてて、今日の劇場でメンバーの前で踊っててすごいリーダーシップ取ってた、本当にすごいよ。だってさあんなにさ最初入ってきてさなかなかみんなにダンスを教えてあげるとかなかなかできないと思いますよ。美咲ちゃんも言った、言ったね、意外とちゃんと礼儀正しいね、礼儀正しいのはもう本当にマイティとアンジュちゃんとワカニャンが本当に素晴らしいこと正しいと思うユナはちょっと愛情ということで省略してきますはいお、ではそろそろねお電話したいと思います。いいですか皆さん、予想しなくていいですか、予想する、予想しとこっか。まあでもユナはね本当にすごい愛嬌モンスターあアンジュちゃん MC で焦ってる、一緒やん一緒やん、よし、ではではお電話したいと思います。でもちょっとね私さあれなんですよ、ちょっと iPad からかけるのでもう最初からスピーカーになってしまうんですけど、ちょっとそこはご了承ください。ちょっとかけた後に私ちょっとかけます。誰でしょう、ももねさんが多いな、はい、とりゃあ、もうやっぱスピーカーオンなってるわね、最初からスピーカーオンなってるけど許してなOK今ね明日よろしくをやってるんですけど、はい見てます、あ見てた、マジ嬉しいよ、うん、ありがとう、ちょっと明日配信してほしいなと思って電話かけたんですけど、いいですか OK です、では自己紹介お願いしますはい、 NMB48 チーム N のマリンこと勝負マリンです、イエーイマリンです、やっほーみんな、みんなマリンタンかって来てるイエーイ、やっぱ声でバレるねマリンってバレたわ、声特徴的ってマリンマジで声特徴的ですよね。いやではね、はい、明日のさトークテーマ決めようや、はい、いいよって思ってたんやけど、私はね意外とちょっとディアジェイのことを聞きたいなって思ってるんですけ ど、 なるほど、うん、皆さん他に何かありますか
たいですか皆さん。皆さん何聞きたいですか。私は個人的にディアジェのことを聞きたいです。ディアジェね、うん、ディアジェあれかっこよかったよ本当に。ありがとうございます。いやサンタさんに欲しいプレゼントやって。サンタさんに欲しいプレゼント。リアルになっちゃうからちょっとやめておいてもろて。どうしようかな。最近の6期生のこと。最近の6期生のこと、腹筋の作り方。腹筋の作り方。北海道の美味しいもの。あー北海道の美味しいものね、うん、何がいい。今日家にねあれあるんよ。何。あの赤いレンガのチーズケーキ。いいな。そうもらったの。いいやろ。マリンさゆいなにさ、うん、紹介してもらいたいさ、うん、あのクッキーやから今度あげる。やった嬉しい。いやマリンマジでインスタの商品提供してくれるから。そうマジで北海道全員、北海道のご飯とか食べ物基本マリンなんで皆さん。マリンからの提供なのでこれからもよろしくお願いします。スポンサー、はい、お願いします。どうしよう。どうする。何がいいかな。情報源。そうなんです、情報源なんですよ。でも北海道おいしいご飯いっぱいあるもんな。マジでちょっと落ち着いたら連れてってほしいもん。いや本当においでよマジで。行く。ホテルいらんやん。いらんけど都会マリンマジで田舎だから。マジやばい。お、まあまあまあ食べれるだけマシですね。そうですね。どうする。何がいい、何が喋りやすい。サイさんの卒婚についてとか。うん、確かに。だってペンライトもあったしね。うん、もあったし、まあいろいろそうだね、うんうん、ディアジェもあったし、それについて詳しくでもいいかもしれない。お、では明日のトークテーマはさえぴーさんの卒業コンサートについて、うん、裏側とかね、はい、そういうのを聞いていきたいと思います、うん、では行きましょう。明日の AKB48 のメッチよろしくやってもらえますか。いつも合ってる合ってる合ってる。 OK です。はい、ではまた明日お願いします。お願いします。バイバイ。ありがとね。バイバーイ。いえいえ、このままショールームするんで10時から来てください。はい、皆さん10時からショールームするみたいなので来てください。お願いします。ではではバイバーイ。よし、はい、ということで同期のマリンでした。なんやかんや言って同期が一番ね喋りやすいですからね。はいはい、で皆さんね10時からマリンショールームするみたいなのであと2分で私は終わりたいと思います。宣伝か、私もなんかないかな。ちょっとパルちゃん黙ろうか。うーん、明日はインスタグラム更新したいなと思います。あ、宣伝、今日今数えたら課題が13個ありました。1000文字いっぱい、2000文字いっぱい、課題が13個ありました。私も今から課題します。はい、そうだね、もう今年も終わりますね。もう来週はすごい卒業コンサートとかが、あ、卒業公演とかが続いちゃったり、なんかすごい年末最後に少し、なんかああ悲しいなって寂しいなって思っちゃう感情も多分生まれてくると思うので、まだ今年は終わらないんですけど、そうですね、来年もたくさん私も頑張りますので皆さん見ててください。今週はお話し会もあるしね、楽しみ。来年もやっぱり美味しいもの食べますね。そうだね、ショールームもねちょっとそろそろもう落ち着いてきてるのでショールームしますね。私もこの後じゃインスタライブしようかな。インスタライブしますね。あ、でもネイルしなきゃいけないんだ、忘れた。じゃあネイルしながらインスタライブする。はい、まあまあそれはちょっとまた、明日もできる気がしないから何やかんやでバタバタしてるんですよね。でもクリスマスはちょっとショールームしたいな。はい、ではランキング5位から呼びたいと思います。5位はジュンジュン。お、ありがとうございます。またよろしくお願いします。4位ジュニアさん、おめっちゃ久しぶりじゃないですか、なんやかんや、ありがとうございます。
3位マーク、マーくんも久しぶりな気がする、ありがとう、嬉しいです。2位がディクタスさん、ディクタスさんもいつもありがとうございます。そして1位ルンルン、うわー、ルンルン勝手にもピオラーなってる。じゃあラビピオよろしくお願いしますね、久しぶりだねルンルン。はい、ちょっとじゃあ課題終わったら深夜にし、まあ、しないかな、早朝とかでよかったら全然配信するんですけどねはい、では、NNB48 出口ゆなの明日よろしく、今日は、以上となります。たくさんのかたくさん見てくださり本当にありがとうございました。こんななんかすいません早口で、あのこんな感じなんですけど、これからもよろしくお願いします。ぜひねインスタグラムのフォローとか、あ、お話し会も1月16日残り5部だけ残っているので、皆さん多分あざと系みたいなちょっとよくわからないコンセプトなんですけど、自分らしく頑張ってあざとい系頑張るので見に来てくださいお話ししに行きましょう。次のねシングルカラーはね、本当にお話し会があったら食べるだけの時間、食べるだけの部とか作りたいなと思ってますではでは皆さん、またまた会いましょう。なこの後インスタライブしてたらなんか課題やめたんだなと思ってください。今やるんですけど課題は。ではバイバイ、また来てね、私のルームフォローもお願いします。バイバーイ、ありがとうございました、本当に見てくださって。